彫金を始めて15年になるんですけれども、最初は趣味で習い事として彫金を始めたのがきっかけです。彫金はやっぱり技術がないと作れないものなんですけれども、やっぱり自由度が高いっていうところが魅力だと思います。全部パーツから自分でオリジナルに作ることができますし、でまた作るのが難しいので飽きないという点でも作っていて楽しいところかなと思います。難しいですね。10年経ってもまだまだで、私もまだ習いに行ったりとかするぐらいなので終わりがないというか、どのレベルの人でもやっぱり常に勉強されているので、まあずっと終わらないもうここでいいよっていうのではないっていうところが面白いなと思います。天然石がやっぱり好きなのでよく仕入れにも行くんですけれども、すごく美しいんですね。で、天然石っていうのはもう地球上で何年もかかって作られた石なので人工のものではないんですね。で、それがいろんな人の手を渡って私のところにやってきてまあそれに合わせてデザインを考えて形にしてお客様に行き渡るっていうことなんですけど、なんかすごいなんかロマンというかそれが面白いですね。